プチティのお時間だよ。プチティとは番組が短くなっていて、ティアランズの子たちにプチッと楽しい可愛い時間をお届けする番組だよ。はい、今回は100均で好きなものを3つ買ってきていいよという指令が出たので買ってきたよ。紹介していくよ。ゴーゴーゴー。じゃあまず1つ目、せーの、じゃん。はい、これはね、モネのちょっと上に着るジャンバーなんですけど、すごい洋服に毛がついちゃってなんか大変なことになっちゃうこれでね、こうやって開けたらこんな感じなんですけど、こうやってさーって上からさーって下ろすだけで毛が取れますよっていう便利な商品になっております。持ち運びにも便利なので、これはすごく気に入っています。私はこれはヘアゴムです。でカラフルになっています。絡みにくくってすごくおすすめだよ。かわいい。これを買った理由は、今髪の毛がすごく短くてボブぐらいなので、ヘアゴム、太いゴム、普通のゴムだとなんか結びづらくて、ヘアゴムのこっちの方が結びやすいので買ったよ。2つ目、せーの、じゃん続いて2つ目、せーの、じゃん。モネのはこれ、こちら鏡になっております。かわいい、モネちゃんちょっとね、真ん中にいちごミルクの絵がね書いてあってね、すごい一目惚れで買っちゃいました。私はこれ、洗い流すタイプのヘアマスク。私もこのお姉さんのようにちっちりな髪の毛になってます。続いて3つ目、せーの、じゃん。はい、まずモネのはこれです。モネは絵を描くのが好きで、その絵を描いたのを塗るのも好きなので、影の色や肌色などのその色が大事だから、ちょっと気になって買ってみたよ。モネちゃんの絵が気になった子はLINE ライブに見に行ってみてねお願いします私はこれ、こちらは洗い流さないタイプのヘアマスクです。これは髪の毛が傷みやすい子たちにおすすめなヘアオイルだよ。そう、モネもねこれ持ってるけどね、使ってないから、モネも使ってみるね。今回プチティのお時間は、サーラ、モネが好きなものを100均で3つ買ってきた企画だったよ。また見てねー。